カナダ総督在職中の第9代デボンシャー公爵ビクター・キャベンディッシュ第9代デボンシャー公爵ビクター・クリスティアン・ウィリアム・キャベンディッシュはイギリスの貴族、政治家。デボンシャー公爵家の分流の生まれだが1908年にオジスペンサーからデボンシャー公爵位を継承した。1916年から1921年にかけてカナダ総督を務めた。 1868年5月31日に第7代、デボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの4男で、庶民院議員のエドワード・キャベンディッシュ教とその妻、エマの間の長男として生まれる。イートン・カレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。1891年に、父が死去し、父が議席を有していた西ダービーシャー選挙区から選出されて、 自由党一党の庶民委員議員となる。保守党政権下の1900年から1903年までは王室会計長官、1903年から1905年までは財務省財務担当政務次官を務めた。1908年3月に、おじ第8代でボンシャー公爵スペンサー・キャベン・リッシュが子供なく死去したため、第9代でボンシャー公爵位を継承し、貴族委員議員に転じた。 1905年から自由党政権が続いていたが、第一次世界大戦中の1915年に、保守党、自由党大連立の挙国一致内閣が成立すると、海軍省民事協と政府貴族院院内幹事長に就任した。翌1916年には、カナダ総督に就任した。彼の総督就任は、カナダ首相、ロバート・ボーデンに相談されずに、 イギリス側の独断で決定されたため、当初ボーデンとの間に深刻な亀裂が生じたが、やがてボーデンともその後任の首相、アーサー・ミーヘンとも良好な関係を保つことができた。在任期間前半は依然として第一次世界大戦が続いており、カナダは兵員や物資の面で本国を支えていた。デボンシャー公爵着任直後に徴兵制が制定されている。しかし、 デボンシャー公爵自身はカナダの政治に干渉しないよう努め、与党とも野党とも協議を持つことに慎重だった。農園奨励、芸術保護、奨励など非政治的な社会運動で主に活躍した。デボンシャー公爵夫人も戦勝者救済など社会運動に尽力した。1918年には訪米してホワイトハウスで非公式にウッドラー・ウィルソン大統領と会見している。 また、翌1919 19年には、オタワで、皇太子エドワードを出迎えた。1921年に、カナダ総督を退任した後は国連で働くとともに、1922年から1924年に、かけては、ボナーロー内閣と第一次、ボールドウィン内閣で、植民地大臣を務めた。1938年5月6日に死去した。借位は、 長男エドワードが継承した。1908年3月24日に、おじ、スペンサー・キャベンディッシュの死去により、以下の借位を継承した。1892年7月30日に、第5代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツの、娘イブリーン・エミリー・メアリーと結婚。彼女との間に、以下の二男五女を設けた。ありがとうございます。